朝霊はじめは中華民国の軍人、階級は国民革命軍中将。中国国民党後大主力のナンバー1と呼ばれる国民革命軍第74師の市長を務めた。名は松林だが字の霊はじめで知られる。中学時代は書道の天才で海みとも絶賛したという、1924年、 北京大学歴史系に入学し、1925年には、候補軍管学校に入学した。そこで第4期不評価学生となり、1926年には、北伐に参加して、国民革命軍の、会長、連長、英長、団長を歴任した。しかし1936年、自分の妻を歳にして銃殺したため、南京も反韓国に投獄される。 1937年に日中戦争が勃発すると、王明る部が、朝礼、はじめの才能を見て、日本軍が目前に迫っている。彼に今一度挽回の機会を与えてはどうか、と、小解析に進言すると、朝はすぐに旧部隊に戻って、軍港を上げ、証拠戦場へと向かった。1939年、武漢防衛戦中の万屋冷戦域で第74、軍が、 日本軍に攻撃した際には、朝礼はじめは自ら突撃隊を組織縛り古山を占領、日本軍第106師団に大打撃を与えた。同年3月には、南昇海戦に参戦し、右ももに被弾し重傷を負ってしまう。しかし、そのまま商工海戦に参戦し、旅長、副市長、市長、第74軍副軍長を歴任した。 1943年、上徳の戦いでは、朝礼はじめは自ら突撃隊を率いて、常乗りに攻め入り、日本軍を殲滅した。蒋介石は模範軍人として褒めたたえた。1945年4月には、湖南高防衛戦で大勝し、上昇将軍と呼ばれるようになる。同年、軍港により三等法廷勲章を授与され、 軍縮後に第74市中条市長に任命された。1947年、朝礼はじめ率いる第74市は国境内戦中において三島方面の戦線に投入され、5月11日から猛量の戦いを繰り広げる。中国人民解放軍加藤野戦軍と対峙した朝礼はじめは自軍をおとりとして人民解放軍9個、渋滞20万人に包囲させ、 さらにその外側から40万の国民革命軍に人民解放軍を包囲させた。第74市が人民解放軍の攻撃を受け、戦闘が開始されたが、外部の国民革命軍は人民解放軍の反撃に苦戦する。まず、内部で権力闘争が起きていた利天霞の国民革命軍第83市は支援に消極的で、 熊笑いさ率いる国民革命軍第5軍は総次林率いる人民解放軍第10渋隊の抵抗を受けて深く進行できず、さらに気百頭率いる国民革命軍第25師は王筆茂へ率いる人民解放軍第6渋隊の防衛戦を突破しようがなかった。朝礼はじめ率いる第十四市も 用していた大型兵器が、猛量の地形に不適で、戦闘力を十分に発揮できなかった。4日間の激戦の末、第74師は5月16日に全滅し、朝礼はじめも戦死した、去年45。後に、指揮所であった山東省林義市に記念碑が建立された。碑文の記号は、台湾の馬英宮。 抗日戦争の名称の記念碑が破壊される、三東省林医師。中国ニュース新聞社。h t t p w w w r e c o r d c h i n a c o j p g r ープ p p h p グラペットイコール 78,326&、タイプイコール2013年10月26日。閲覧、ありがとうございます。